生きた白魚を使ってホタルイカのお気づけのようなものを作っていきます。それでは袋から出していきます。水切りして自家製の漬けダレにつけていきます。冷蔵庫で30分ほど置いておきます。冷蔵庫で30分ほど浸しておいた状態はこちらです。それでは盛り付けていきます。はい、これで白魚の沖漬け風の完成です。それでは白魚の沖漬け、ホタルイカの沖漬けをいただいてみたいと思います。こちらはおまけです。白魚のお気づけ、ホタルイカのお気づけ、どちらも珍味系ですが非常にお酒がよく進みます。